んにちは、ぶんまるママです。今日は出生前診断を受けた時のお話をしたいと思います。妊娠が分かって最初に見ていただいてた産院で3回目の検診の時に出生前診断を受けるかどうかということを聞かれました。転院前の病院ではトリプルテストというものとクワトロテストというものがあって、 NIPT という新出生前診断というのを受けたかったら違う病院を紹介するけれども、まずはクワトロでいいと思うよということを教えていただきました。その後にですね、双子ちゃんということで転院先を調べている時に、その転院先病院にですね電話をしてみたんですけれども、その時にそれぞれの病院に確認をしたところ、一箇所カウンセリングをまず受けてみて、それからどの検査を受けるのか決めるのがおすすめですよというふうに言ってくださった病院がありました。せっかくなのでそこのカウンセリングをまず受けてみるということにしました。これはですね、夫婦揃ってお越しくださいということだったので、ぶんまるパパとまずはカウンセリングを受けに行くということから始めました。で、最初のカウンセリングの日はですね、先生も最初に聞くのはドキドキするんだろうなと思うような質問をされたんですけれども、もしお腹の子に何らかの疾患が見つかった場合はどのようにお考えですかというふうに聞かれました。私の中ではですね、どんなことがあっても、奇跡的に宿ってくれて、しかも 0.2 から 0.4% の確率の双子ちゃんであるということもありましたし、もしこの先どんなことが起こっても全部が奇跡なんだなという思いがあったので、迷うことなく受け入れるつもりでいました。ただ私の思いをどう感じるかなと思っていたのと、少しの不安とで、ぶんまるパパとは詳しく話ができていなかったので、パパはなんて言うのかなという反応が気になったんですけれども、その時にですね、パパはどんな子たちでも産むつもりですと言ってくれたので、ほっとしたことを覚えています。それから先生の方から詳しい検査の種類の説明というものを受けました。基本的には5種類検査があるそうで、それぞれ受けられる週数が決まっているということです。まず1つ目に超音波マーカー検査というものなんですが、これは11週から13週に受けられる検査ということでした。ただ私たちがカウンセリングに行ったのが14週の終わりだったので、この検査は適用外ですというふうに言われました。超音波マーカー検査で分かる対象疾患としては、ダウン症候群、18トリソミー、13トリソミーの3種類が分かるそうです。 NT 検査というものだと 75から80%、 コンバインド検査というものだと 83% の検出率ですということ、偽陽性は 5% ということを教えてくださいました。ただ私たちが週数が外れていて対象外でしたので、ここから先の詳しい内容の説明というものはありませんでした。そして2つ目が私たちが選んだクワトロマーカー検査というものです。これは通常ですとダウン症候群、18トリソミ、開放性二分脊椎というものが分かるそうなんですけれども、双子ちゃんの場合は18トリソミは分からないというふうに言われました。検出率は 80% で 5% が偽陽性になるということ、ただ採血でわかるので赤ちゃんたちへの負担がないというお話でした。で、この検査は妊娠15週以降であれば受けられるそうです。金額は私たちが受けた病院では1万9700円だったんですけれども、もともとの産院では4万円ということだったので、病院によって差額がある印象でした。そして3つ目が NIPT と呼ばれている母体血胎児染色体検査というものなんですが、これは10週から22週の間に受けられる検査だそうです。検出率が 99.1% というところで、かなりの高い確率で分かるというものでした。この検査もですね、採血で分かるということで赤ちゃんへの負担はないということだったんですが、ただ認定病院でカウンセリングや元々の病院からの紹介状などが必要ということだったのと、あと価格が21万円ということでかなり高額でした。
まあ、その他の絨毛検査、羊水検査というものもあるんですけれども、これらは赤ちゃんへの負担や発水のリスク、感染のリスクが伴うということで、血液検査を受けてみてからその結果で考えてくださいというふうに勧められました。ちなみに絨毛検査は11週から14週まで、羊水検査は15から16週以降に受けられる検査だそうです。私たちは子どもたちを産むということを決めていたので、高額の NIPT ではなくクワトロ検査にして、そこにお金を払うよりも生まれてくる分丸たちのために使いたいねという話になりました。まあ、その先はクワトロ検査の結果が分かってから考えようということで、カウンセリングを受けた翌週の妊娠15週目の時に採血に行きました。妊娠するまで私は出生前診断を受けるとか受けないとか全く考えていなかったんですけれども、分丸パパは受けてもいいんじゃないということだったので詳しく教えてもらいました。ちなみにコロナ対策で病院に入れなかったので、妊娠発覚から一度も病院に一緒に行けてなかったパパなんですが、このカウンセリングを受けた先の先生がこの時エコーをしてくださって、初めてお腹の中の分丸たちを見たり心音を聞いたりできました。パパはおーやっぱり感動するねというふうに言っていました。ただこの時同時に胎盤が一つしかないということが分かり、一卵性の双子ということがこの病院で発覚しました。先生からは一卵性は基本的に同じ遺伝子を持っているので、結果はほぼ2人ともの結果ということになりますということ。二卵性の場合はどちらだけの可能性か両方の可能性か分かりませんというお話がこの時にありました。私の頭の中に2人ともに何かあったらという想定はしていなかったのですが、もうなんだか変に腹が決まった感じがこの時ありました。でただですね、カウンセリングを終わって待合室に出たパパがものすごく落ち込んで見えたので、2人ともに何かあるってことは考えてなかったよねと、不安になったっていうふうに聞いたんですけれども、パパはですね、同性か、男女が良かったなという別の意味で落ち込んでいまして、一卵性なので同性ということが分かって、そこーと思って私はびっくりしたんですけれども、同時にほっとしたのも覚えてます。まあ、その後に俺は女の子がいいなっていう風に病院では言ってたんですけれども、数日経って突然、まあ、男でもいいねっていう風に言ってきたので、パパの中で何か納得がいったのかなという風に思ったような出来事がありました。で結果は2週間後に分かるということだったので、次回の予約をして帰ってきたんですけれども、結果を聞きに受診する日も2人で一緒に行きました。まあ、ただその日はですね、予約時間になっても呼ばれず、30分ほど経っても呼ばれなくて、初めてパパが結果に何かがあってどう伝えるか時間かかってるのかなみたいなことをポロッと口にしたんですけれども、私はそんなことないよって、先生はプロだからただ忙しいだけじゃないみたいな会話を呼ばれる間にしたのを覚えています。呼ばれてですね、中に入ると早速検査結果の紙の説明がありました。こちらになるんですけれども、スクリーンネガティブということで陰性です。数値的にもカットオフ値と呼ばれるものよりも離れているので、偽陽性の心配もほぼないと思いますというふうにおっしゃってくださったので、まあ安心した気持ちになったということです。で分丸たちの数値はですね、ダウン症候群のリスクが950分の1、解放性脊椎というのが4350分の1というふうに言われました。まあ、ただ35歳以上で双子の妊娠出産というのは、やはり羊水検査が一番確定した診断ができますよということも言われました。まあ、というのも私の出産時の年齢が37歳になります。その37歳でいうとダウン症候群のリスクは186分の1、18トリスミーは727分の1という確率だそうです。まあ、やはり20代での妊娠出産よりもリスクが年齢とともに上がっていくんだなということをこの時改めて認識をしました。出生前診断にはですね、いろいろな考え方やいろいろな思いがあるものなので、
自分が陰性だったから動画にできたのではないか、軽い発言になってしまわないか、いろいろ私も悩んだんですけれども、やはりこのぶんまるチャンネルは2人のすべてを記録していこうと思っていたので、今回動画を作成することにしました。実際にですね、妊娠することができて日々日々変わっていく体や体調、心の変化、それとともにお腹の中に赤ちゃんが育っているんだっていう気持ち、エコーで心臓のぴょこぴょこ動いているのを見ることができたりだとか、自分の中に人間がいるんだって改めて思った心音を初めて聞いた日、まあいろんな日のことがこう蘇ってきたんですけれども、そもそも出生前診断受ける必要があるのかなってあったり、本当に受けるまでもいろいろ悩みました。もしお腹の子たちに何かがあったら、生まれるまで私はどんな気持ちで過ごすんだろうか、それならただただ生まれてくる日を心待ちにした方がいいんじゃないか、生まれてきてから何かが分かった場合、すぐに赤ちゃんたちの現実を受け入れることができて迎えてあげることができるのか、考え出したらどうするのがいいのかっていうのが私自身は分かりませんでした。ただ救われたのはですね、起こっていないことを心配したりするとキリがないので、目の前に起こったことに全力で向き合おうと、その時その時自分たちが選ぶ答えが全て一番いいと思って出す最善の選択なんだから、どんなことがあっても大丈夫というふうにぶんまるパパが言ってくれた言葉でした。きちんと話し合って向き合ってくれるパパが家族で、2人が納得できる形を選ぶことができるということが一番大事だなというふうに思いましたし、幸せなことだなというふうにも思いました。出生前診断だけではなくて、皆さんそれぞれにいろんな選択があると思います。でもその全てが一番いいと思って出す最善の選択なのだと思います。ですので、何が正しくて何が間違っているということもないんだっていうことを、今回の出生前診断で知ることができました。私たちの経験やこの動画が少しでもどなたかの役に立てたらなと思って作成しております。いつも最後までご視聴くださってありがとうございます。ぶんまるママでした。